ました。お靴そのままで中に入れるそうなんですけれども、お部屋に備え付けのこちらのヒノキの素材でできたスリッパ、すごく歩きやすいのでぜひ使ってみてくださいとのことです。なんかね、真ん中の見えないかもしれないんですけれども、このソールの真ん中のところがクッションになってて、木のお靴だけどこう柔らかくしなるのでとても履きやすいです。では早速ですね、こちら入ってすぐ左手側に大きいクローゼットがあります。お洋服かけられるハンガー類とハンテンとお浴衣があります。そして一番下には金庫ですね。お夕飯はフレンチのコースをいただくので、お夕飯の際はお浴衣ではなくて、もともと自分が着てきてるお洋服を着ていらっしゃってくださいとのことでした。9時以降はバータイムになるそうなんですけれども、その際はこちらのお浴衣でも OK ですとのことです。クローゼットの隣にはティーセットがあります。こちらいっぱいポーションが並んでるんですけれども、こちらすべてサービスとなっているそうです。こちらにはアルコール類とお水が入ってます。お水はこちらお部屋に置いてあるものはサービスで、アルコール類を飲まれた際は帰りにフロントで伝えてくださいとのことでした。こちら宿泊棟の2階のお部屋になるんですけれども、こちらの建物の1階に自動販売機もあるそうなので、追加でそちらでドリンクを買っても OK とのことです。こちらのフォンテーヌブローさんはルームサービスもすごくたくさんあります。ピザ、パスタもあるし、お酒もいろいろ、こっちにもね、ドリンクメニュー、お酒のドリンクメニューあります。お肉料理もありました。ステーキ。お夕飯もコース料理ですごい楽しみなんですけれども、このルームサービスもちょっと食べてみたいなって思うラインナップですね。ではこちらの奥進みますと、テレビがあって、内線とおしゃれのスピーカーがあります。使い方も丁寧に書いてあります。そしてこちらが先ほど最初に私が座ってたお椅子になります。この窓からの景色がもうとっても素敵ですね。今日は4月の頭なんですけれども、桜が綺麗に咲いてます。お部屋から見える、とても綺麗です。そしてベッドはツインタイプのベッドになります。枕元にね、コンセントが2つついてるので充電しながら寝ることができてとても助かります。ベッドの隣には洗面スペースがあります。アメニティ類なんですけれども、ドライヤー、まずこちらにあります。パナソニックのものです。こちらの紙袋なんですけれども、貸し出しのアメニティになってます。こちらなんですけれども、フォンテーヌブローさんのオリジナルのアメニティになってます。こちらのオリジナルコスメのスキンケア商品は 97% 以上が天然由来成分で作られているそうです。ボディクリーム、クレンジング、ローションにフェイスクリームがこんなにたくさん。下のバスケアグッズはお部屋のシャワーのところにあらかじめ置いてあるそうです。ぜひ皆さん使ってみてください。さらにこちらのアメニティ類、シャワーキャップとコットン綿棒、ヘアゴムとヘアバンド、ボディタオル、歯ブラシセット、カミソリとヘアブラシとヘアコームもあります。あとこちらにもスキンケアセットがありました。クレンジングジェル、ウォッシングリキッド、洗顔かなと、オールインワンエッセンス。女性の皆さんも男性の皆さんも手ぶらで遊びに来ても十分すぎるくらいたくさん揃ってます。こちらの下にはバスタオル、足拭きマットとバスローブがあります。この先が温泉、そしてシャワーブースになるので早速準備して紹介していきたいと思います。少々お待ちください。